私はフュージョン料理をやってるし、伝統的なお寿司じゃなきゃいけないということには執着していないので、まあこんなことをやってって日本の伝統的なシェフは怒るかと思うんですけど、寿司を知らないとか、 Some are chef you know like a knife or famous I don't care。日本の伝統的なお寿司というのはやはりなんか昔のスタイルを守り抜くという、ことだと思うんですけれども、でもやっぱりなんかもっと昔考えた人よりももっと考えればもっといい方法があるはずだったらやった方がいいと思うので、キャサリン、イエス、マニシマクロ、最初に寿司製法をやろうと思った時にも、女の人でやってる人がいないのでやってみようと始めて、まあ私がパイオニアなんじゃないかとは思います。それだったら私のお店は女だけでやることができるんじゃないかなと考えました。 I have a restaurant. It's different part. So It's we are same dishwasher and the owner and the just we working together. It's a just, really well-oiled machine. Yeah. Everyone has their part and they do it well. And if yeah. not, we'll jump onto any yeah. other part of the line. I have been working here a little over 5 years. When I started, there were the boys, but they just don't last. Especially if they're Japanese, taking orders from a Japanese woman, they don't like that. Or if they're not, it just, men are weak. They couldn't handle it in this kitchen. You say foie gras, right? Yes, okay. With the toro. Hi. When I see her, she's so dedicated. She has no partner. Like when I see that, it's a lot of dedication and hard work. She's sacrificed her, this is her life.例えばスーさんはいっぱい喋るのが好きなので、喋ってもらって、 If she comes to pick me up from dinner, I'm liking that. 私はあまり喋りたくないので、美味しいお料理だけが作りたいことに集中したいので、あとめぐみさんは綺麗なお寿司を作りますし、みんなが一緒なんだ、この場所を私がただ持っているだけなんで、そこでハーモニーがあった人がここに残って働いてるんだと思います。That's why I don't do, you know, you should do work, prepare, that. I don't do. People have to find, you know, something by herself. Then people, you know, grow. 生まれたのは福島県だそうです。いつも自分の勘というか、そういうもので動いているので、アメリカに旅に来ようと思ってバックパックで来ました。それから永住権を取らなきゃいけないので、そのためにスポンサーになってくれるレストランを探しました。サンビオブ東京というレストランがスポンサーをしてくれるということで、そこに働くことにしました。ある日電話がかかってきて、寿司シェフを探しています、でその仕事グラミーの仕事なんだけど誰か行かないって言われたので、それがちょうどノブ松下さんのお仕事で、そしたらキッチンでノブさんがすぐ声をかけてくださって、ノブさんが君はいずれ僕のところで働くことになるからというふうにおっしゃったので、はい、そうですか、ありがとうございますとすぐお返事しました。ちょうどその時にノブが新しく開いたのがラスベガスのハードロックホテルだったので引っ越しをしました。ノブさんのために夢を持って世界にノブさんのために働こうと思ったんですけど、ノブさんはとても私を可愛がってくださったんですけれども、それで何かちょっとそのシェフの人と あまり合わなかったというか、女が嫌だったのか何が悪いのかちょっと分かりませんけども、なんか自分の気持ちが崩れて、そこで辞めることになったので、短い1年くらいの期間だったです。
あのただその時には落胆してどうしていいかわからなかったです友達が、ミキならできるよって、ここで2000年に自分の店をやってみることを決めました。友達がタトゥー入れるから一緒に行こうということで誘われて、じゃあ自分の好きなものということで、陰と陽のマークを背中の後ろのところに入れました。このお店を始めて、3ヶ月くらいした後に外の道を歩いていたら隣の公園のところに同じマークを発見してびっくりしました。だったらきっと私はここに来る意味があったはずで、私がやるべきことをここできちんとやらなきゃいけないっていうふうに確信しました。このレストランを始めてからネイチャーとフードをコネクトすることに気がついて、私のロールの中に、最初から作って今でも皆さんがお好きなロールがあります。それはラグナキャニオンロールっていうものですけれども、1993年に、ラグナビーチは火事になりました。とっても悲しいことだけど、自分がロールを作っている時にそれがなんかキャニオンみたいに見えて何かつながることを感じました。例えばロールをこういうふうに作るんですけども、それにマサゴをつけて、トーチで炙ります。そうするとマサゴがパチパチパチっていう音がします。それと雨が降って後には自然の力で植物は生き返る。そして皆さん人間も力強くデベロップしていくっていうことを表現して最初に作りました。インスピレーションは気づきです。何かメッセージを受けて取れる自分でいて、ハイキングも同じで、ゆっくりした動きをしながらいろいろ考えていると、メニューの内容もまとまってきたりとか、その中に何か自然の中に触れて雲を見たりだとか、まだ鳴ってる、雲がハートになってる。なんか写真を撮るときには自然の形がハートに見えてきて、アナザワン、ハートさんこんにちは。よし、みんながそういう風に見えるといいなって思います。それに形にはきっと意味があって、ここに今日来れたことが良かったと思います。ありがとう。そういうところに行くとクリエイトするのが高まるというか、何かをメッセージを残すために写真を撮っています。その写真はせっかく撮った写真なので、自分だけがホールドしているともったいないので皆さんに見せなきゃいけないです。でその見せなきゃいけない写真からイメージしたものをお料理に変えて、それをお出しする。フュージョンのお料理をやりだしたので、他の方がなさっていることをと同じことをやっても仕方がない。お魚をカットするのは私は本当はお魚屋さんにやってもらって、シェフだけどカットできるけど単純な作業だから、それに時間を費やすんだったら自分はお料理を考える時間に使った方がいいので、 My boss teach to me this recipe so I still are using this one. Yeah, it's from Japan but now I'm just thinking about a little change, maybe apple vinegar or something like that. とにかく何もこだわらない。私はフュージョン料理をやってるし、働いてる人たちも
あのいろんな国の人がいるし、お客様もいろんな国の人がいます。だから何もそういうどこじゃなきゃいけないということにはあの執着していないので、 Every day there's something new. And every day she's like, oh, I wake up, I thought of this. And she'll come in and be like, wait, look, this is what I thought of. There's more than 100 items on the menu. This Mickey is so fusion, and all the sauces that are made here have, you know, are made with a French style. いつもあるソースで47種類ありました。ここにちょっとそれ全部持ってこれないので、ある一部を持ってきましたけれども、例えばこれはあの、まあ、グリーンですけども、あとマンゴーのテイストとか、これが一番最初に私が作ったあのソースで多くのものに使われています。これはあのジャカランダのソースですけども、これがピンクに変わります。いろいろあるので、それを使い分けてテクニックで飾り付けをします。はい、あの最初はソイソースをお出ししてたんですけれども、皆さんあのソースをあのジャブジャブつけるので、せっかく作ったものがみんな同じ味になってしまうし、健康的にも良くないので、それをやめてもらうためにはどうしたらいいんだろうって自分で考えました。で、お寿司に合うソースを作って、それを最初からかけてお出しすればいいんじゃないかなと思ったのもあるし、はい、どうもありがとうございました。 Thank you guys. Bye. Good night. おやすみなさい。ありがとう。 Thank you.そこに寿司があったから、あの自分でやろうと思っただけです。私はいつもあの何も決めることはしません。これからもあのどうしようかということは全く、決めずに、ただあの何かをしなさいというメッセージというか、そういうものを受け取った時に、たくさんの気づきがあった時に行動を起こすので、その時もそうでした。そばに寿司をやる場面があったから、女で寿司をやってる人がいなかったから自分がやってみようと思いました。